面電荷の場合は、1平方メーターあたりのクーロンという形になっています。で、ここに面電荷があって、電解は、陽動電解を作りますので、右側と左側でプラスマイナス逆になって、同じ大きさの電解と。じゃあ、電位はどうなるかというと、電解がこれなんで、位置によらず同じ電解の傾きって言っとんだから、電位は、一直線上にここを基準として、まあ、下がっていくと。ここがプラスの電荷なんで一応下がっていくと。マイナスだったらまあ上がっていくということかと思います。二等辺の形で距離にそのまま比例して電位は下がっていくと。電解は距離に無関係で右と左が、右向くか左向くかで逆になっとると。で、こいつも、さっきみたいに絵にすると、平等電解なので、平面と、距離によらないと。電位はというと、ここに多分電荷膜があって、こういうふうにして、電荷膜が、こっちの、これとこれを軸とした平面の、この0の位置にあって、それぞれの方に至ると。で、同じようにして、好きなところを 100V として、計算することができると。と、電荷面が 100V として下がっていくよと。有力スケールとリニアスケールができると。で、EA が 100V パーメーターというんだったら、これは 100V パーメーターで一定で、電位が、まあ、こうなって、好きなところを基準にして、ここが500になったというんで、この場合は5メートルのところを0ボルトの基準としとるという感じで、平面電荷、線電荷、点電荷の電解と電位の計算 をやることができると。まあ、多分単位を使わずに、やった方が簡単ですが、その時には、イプシロンを使うときに、さっきやったユニッツオブイプシロン、これですね。この作戦を使うと、単位のない計算なので、割とミスが起こらないと思います。こういうふうにして単位があるようにする方が、難しいです。式を正確に表現しないと。こういうところを正確に表現しないとうまくいかないということがあります。それから任意の点を基準にしてグラフを確認しないと、まあ、積分定数なものを意識してやるということが必要であります。はい、以上で終わります。